食ができるとね、食できるんだ。姉さん、なんかネットで見ていきたいんだけど、なんか試食ができるとか書いてあったけど、試食ってできるの？今コロナの関係でコロナはあのちょっと試食できない。ああ、そうかね。はい。あね、これ赤いランプとボトルで出してる。これも落とすの？うん、適当に。ね、これやめるときは。作業風景映していいのかな。
小浜で売ってるよ。銀杏粉は草もちまで売ってる。珍しいよ。いい、恥ずかしいでいい。その姿も映ってるよ。せんちゃん向こう行っとるわ。恥ずかしいでいいよ。行くよ。あいいよ。お前。あ、お会計しないか。うん。うん、なんか甘いところ、甘いところ。うん。俺大好きで甘いところ。うん。やった。って何やろうね。抹茶セットって何ですか。ドラ焼きが来ます。ドラ焼きが来ます。焼きあねんか。うん、どっから会社のドラ焼きと違うぞ。うん、違うぞ。有名どころの後、名古屋どうのこのと違うよ。何頼む。そうそうそう、本当に氷、うん、お餅と美味しそう。和三盆、和三盆島で蜜ができております。お餅がついてあんこがあって、すごい鮮度いいよ。はいはい、はい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 、はい、買ってみや。すごい綺麗に映ってる。じゃあアップで。すごい綺麗やな、うん、細かい。綺麗綺麗。やっぱ団子です。すごいすごい。何が？あ、だるま工房か。ね、うん、だるまって違う。私がだるま工房やねんで、こんな感じたら、俺がだるまって思うって言ったので、で、ね、珍しいの。だるまってね、禅宗のね、禅宗って知ってる？知ってるわ。禅宗はだるまない。知ってる？禅宗ってね、あの禅奥部って知ってる？禅家庭がずっと あれだるまって、だるま大師っていうのがあってね、うん、その人が、あ、これあれあれや、あ、本当や、あのだるま大師って言って、うんうん、で、じゃあそれは俺ね、俺現役のね、現役のね、あの、うん、名古屋のね、有名店とは違うね。すごい日本遺産よ。何日本遺産？日本遺産だよね、大名遺産っていうのね。そうなの？知らないからだ。ここもなんか同じやつ売ってるやん。この、うん。
いくらで売ってるの？美味しかったよね、あんこがつぶれてすごい。それでも稲葉神社の宮司さんなんですか。祭りじゃない。すごい。
うん、あ、ぎなん、ここは、うん、次ぎなん言うたら、あの茶蒸しに、あ、そうそうそう、うん、これなんでパンダになってるの、ここは社長がパンダつけた